はいどうもカッパ委員長ですじゃあ、この動画では杉田水脈議員ですかね、うん、あのつい先日ね、あのこの日本クルド友好議連なんていういかがわしい団体から、ね、脱退されたとか、なんかあの団体、いよいよ調べると変なとこばっかりですよね、例えば a y さんとかも、ね、かつて所属していたのは本当ですけど、結構ずいぶん前にもう抜けられてたそうだけど、名前だけずっとそのまま使われてたとかってね。 うん、だからいよいよ怪しい団体、なんかこそ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 悪さしている、うん、そういうソークスだったらしくて、あこの、うん、日本クルド友好議連の話ね、うん。だからそこでね、うん、相変わらずなんか日本のために仕事してるふりしているこの和田議員とかは、いやもう本当、なんか、うん、もう癌ですね、はっきり言って。日本の敵ですよ、あの人は。うん、少なくとも埼玉・川口の人にとっちゃ、ね、うん。 よくもそんなことで、ね、そんなところで、うん、日本のために仕事してるふりしてくれてんなと、いいか減にしろよって、うん、そういう存在ってことですよ、うん、あまあ、きょはその話じゃないんですけども、なんかまた、えーと、この杉田さんへの、ね、この反日売国税を使って、ね、この政治家もそうだし、あと、ね、メディアを、だから芸能人とかも、そう叩きですよね、またこの杉田さんを叩きに行く動きが、まあ、なんかこの加熱加速してるらしくて。 だいよいよこの,、ね、この杉田さんの存在そのものが、反日外国勢にとって都合が悪いっていうことなっていうことは、日本生まれ、日本人たちの我々日本国民にとっては、この人を何,何があってもやっぱり守るって言ったら、ちょっとあの語弊があるかもしれないですけども、少なくとも反日外国勢の好きにさせてはだめですよね。うん、例えば だって杉田さんがおっしゃってるのは、確かにねあの、言い方とかはあったかもしれないですけども、でも内容的には,こは事実を指摘してただけじゃないですか。別に差別でもなんでもないですよね。ねえただこの在野の件だって、ねうん、実際全然違う、ねうん、こんな半島系にこの乗っ取られて、ね、いいようになんか被害者面で、うん、金目的にこの使われてたわけじゃないですか。でそれにけしからん、ね何、何が問題があるんだよって。 うん、食い物にしているお前らが問題なんだろうっていうそういう話じゃないですかでもその部分を事実を指摘すると差別だって騒,い騒がれたわけでしょうんとんでもないことが普通にしかもはるか昔からこの日本国内日本社会ではずっと続いてるってことなんですよね、うん、別に杉田さんがたまたまとかじゃないんですよ、ね、だからむしろもっと前は何十年も前は、ね、この杉田さんのようにここにね そもそも言及することすら許されない状況だったわけでしょ日本社会ってだからどんだけ狂ってたのかっていうことですよだそこにこのなんていうのくさび打ち込むじゃないけどさ、ね、一石投じに行ったわけじゃないですか、うん、で案の定うわーって寄ってたかって潰しにかかってきてたわけですよあ来たじゃなくて今もそうですけどもだからこの今このブー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 たれてるやつらこそね もう片っ端から日本社会から片付けてかい,か、ね、いかない、日本社会の敵どもってことですよ。あ、杉田さんじゃないですよ。杉田さんを目の敵にしている奴らのことですからね。うん。例えばこの神奈川県人権啓発センターとやらがなんかお気持ち表明。杉田議員への人権侵。これ逆かな杉田議員への人権侵犯認定。これがニュースになること自体おかしい。いや、逆じゃねえな。 人権侵害人権侵害じゃなくて人権侵犯とか言ってるから、これはもう完全にあれだね、半島系の言い草だよね、神奈川新聞みたいな感じだか、これは。国会議決もされてない、法的根拠などもない、法務省が勝手に決めた手続き、どっちに向かって何がいいって、まあ、おそらくこの杉田卸、杉田さんを卸すためにこのなんか、だってそもそもソース毎日新聞だからな。うん まあそうですね人権侵犯認定、在日、えー、コリアンにも差別的投稿、だこれは差別でも何でもないんだけど、これを差別と騒いでるやからってことだよな。うん、人権侵害じゃなくて人権侵犯、審判、審判、審判チンパみたいなことを連呼してるのは何か意味があるのかな、これ。よりとんでもないことをしてく,す、ね、しくさったかのような印象操作のつもりなんですかね、毎日新聞的には。えー、とまあ振り返っ 自民党の杉田議員が、えー、自身のブログなどに在日コリアン女性らに差別的な投稿をしたとして大阪法務局から人権侵犯認定を受けていたことが分かったと本当にこういう用語を使うの、法務局的にで、えー、杉田氏はアイヌ民族に対する同様の差別投稿でも札幌法務局から人権侵犯認定を受けていると。 事実を指摘するとやっぱり差別だって法的にこういう判断下されるのがもう狂ってますよね。日本の司法もね。司法行政か。えー、大阪府在住の在日コリアン女性3人が今年2月に大阪法務局に、えー、人権侵犯被害を申し立て、えー、同法務局から18日結果について説明を受けたと。 えー、3人は NGO メンバーとして、だもう活動家だろで、16年2月、スイス・ジュネーブであったあ国連女性差別撤廃委員会に参加、同じ場に出席した杉田氏は、ブログやフェイスブックで、ちまちょごりや愛の民族衣装のコスプレおばさんまで登場、完全に品格に問題があります、はっきり言って、小汚い、などと投稿し、えー、ちまちょごり姿の3人の写真を掲載していたんですよね。うーん 誹謗中傷じじゃゃなくてて事事実実を指摘しただけじゃんねいわゆる事実陳列罪ってやつで、すかね、うん、で法務局の説明によると、ブログやフェイスブック書籍などの表現など8件について調査。このうちブログの記述など5件を人権侵犯性があるとしたと。おかしな話だよな。うん、でこれを受け、同法務局が杉田氏に啓発したが詳細は明らかにしていないと。 えー、60代在日コリアン賛成女性は、アイヌ民族に続き、外国籍の私たちへの人権侵犯が認められた意味は大きく安堵していると。杉田氏はこれまで LGBTQ など性的少数者への性暴力被害者への、えー、差別的な発言がたびたび問題とされてきた、えー。今回の在日コリアンらの対する投稿については、22年国会で野党議員からの追及を受け問題になり、当時勤めてた総務政務官を辞任したっていう、まあ、今までの流れですかね。うん 何か問題あるんですかとしか思えないんですけど日本国民的にまああくまでも僕個人の感想ですけどねうんえただ事実の陳列ですよねうんはっきり言って小汚いは強いて言えばそこは杉田さんの個人の感想かもしれないですけどもうんね実際コスプレおばさんだったしねうんそもそも韓国とねこのアイヌ何のつながりもなかったはずなのにね都合よくこいつらが利用してねえ うん、公金出発者物、中躇スキームに利用していたってのがばれてそれを指摘されるわけでしょ。うん。ほんといい度胸だよな。うん。でもこれがね、杉田さんが追い詰められる、ね、処分される、ね、そういうことになってしまう狂った世の中が今の日本社会ですよ。今までのか。うん。で、もう追及の手を緩めないんですよね。うん。ここに 例えば、日本のこの芸能人、ね、日本のこの半日クスマスゴミも、ね、もう芸能人、芸人、もう総動員でこの杉田さんを追い詰めていくんですよ。この出てくるのは芸人のこの千原ジュニアさん。まあもうそもそもこの界隈がさ、ね、芸能界、ね、この芸人らへん、あの辺なんかもう巣屈だからさ、ね、そりゃそうなるよなってとこですよね。うん。まあもう本当、このジャニソーゾンの時も言いましたけども、本気でこの辺界隈どうにかする。 ね、僕はあのやった方がいいと思う、ねできない。どうせできないしやらないとは思うとは言いましたけど。ね、やっぱりその一つっていうかもうそもそもその大きな理由っていうかメインって言っていいんじゃないですかね。やっぱ反日売国勢じゃないですか。こいつらは。この界隈丸ごと。だ一層できるんなら一層しちまった方がいいに決まってんですよ。うん、誰が面白いとか面白くないとか好きとか嫌いとかそんなもんはっきり言っても僕に,僕にとってはもうどうでもいい話なんで。ねうん そんなのはどうでもいいから、日本国内をちょっとでも綺麗にできるんだったら、そっちの方がいいと思うんで、うん、まあでもできないし、やらないと思いますけども。当然、こうやって借り出されるわけですよね。えー、まあ、杉田議員に、ね、えー、まあたまたまなんか、この、なんだろう、その番組で使ったこの素材で、この杉田さんがこの笑顔を浮かべていた。で、それに対して、ね、千原ジュニアさんが、不快だと。すげえ面の皮。 <laughs> あとこれ、なんだろ、うこのデカミって書いてあるんだけど、これもなんか芸人さん、芸能人なのかな、なんだかよく分かんないですけど、まあなんか女性のね、このタレントさんなんかも腹立たしい、ね、印象として最悪みたいなことを言ってるわけですよ。だからまあそのニュース、報道番組だけじゃなくて、このなんかワイドショーとか、だからバラエティのなんかでも、うん、もうとにかくね、もう何でもいいから、 ね、こいつが悪い、こいつが悪い、とんでもないやつだ、とんでもないやつだっていう、ね、世論誘導を仕掛けて、何とかして杉田さんを葬り去ろうとしているのが今のこの反日売国税ということですよね。うん、なあここで、うんまあまあ、杉田さんはなかなかしんどいのかもしれないですけども、うん、ここへなんかこう、ね、ブー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 たれてるやつも個人でも企業でも、ね、何かしらの団体だろうが何だろうが、ねうん、いまいち正体分かんなかったやつらに関しては、ね、 これに対して杉田さんに追及の声を上げてる奴らはもうまるっとまとめて、ね、ドイツもこいつも日本の敵、そう見なしていいんじゃないですかね。うん。まあ番組だから、ね、出された台詞を読んでるだけ、ね、中にはそういう奴もいるでしょうけど、うん。いや、それも含めて、ね、葬り去るべきですよね、本当は。うん。な結局ね、だ安倍さんの時と同じ格好じゃないですかね。うん。ね、反日クソマスゴミ、ね、反日パネラー。 ねうん、あるいはこの反日不良弁護士とかさ、ね、反日、ね、このなんか言論人を装った、ね、このパヨったコメンテーターとかさ、ね、しかもこの芸能人芸人も本当に総動員ですよ、ね、反日売国オールスターズで今杉田美桜さんを、ね、潰しに行っているってそういうことですよね、うん、とんでもねえ会話だなお前らはもうジャニ問題じゃねえよねパヨ問題としてもうなんかんと一掃してやりたいね本当だったら うん、ドイツもこいつもまとめてお前らが不快だよお前らが不愉快だよそしてお前らが必要ねえよ日本社会には面の皮どころじゃねえよもう嫌悪感まさにお前らがまさに嫌悪感そのものだよ、うん、お前らこそがドイツもこいつも日本社会にいらねえよ、うん、ふざけたやからのふざけた界隈だよな、うん、ということで、えー、今回は以上です